配信しなさいって言われますよく。あんまり気にしないタイプかもしれないです。楽しいです。ライブですかね。コロナ禍で加入したので握手会とかやってなくて、まだだからやってみたいなって思いながらも、今一番楽しいのはライブです、ね、たまに言われます。そうですね、あんまり気にしないタイプかもしれないです。家で怒られないですね。たまにお母さんにちょっと言われるくらい、配信しなさいって言われますよく。お母さん、お父さん、お兄ちゃん2人と犬を3匹飼ってます。お母さんは結構しっかりしてて、厳しいところは厳しいんですけど、でも自由ですね、割と家族。お兄ちゃんすっごい自由です。もうマイペースすぎてついていけないですね。お正月に3人でユニバ行ったんですけど、人が多いし寒くて、もう30分ぐらいで帰ってきましたね。いや、全く喋んないです。家族そんなみんな喋んなくて、結構みんなバラバラって感じで自分の部屋に引きこもってます。めっちゃ陽キャです。ここ陰キャなので、本当に本当にもう家が大好きで、だから遊びに行くってなっても全然断るし、アイドルというよりかは芸能界に入りたいって思ってましたね。小さい頃からすごい憧れてて、ドラマとか見てかっこいいなって思ってましたね、女優さんとか。そうかもしれないです。でもどうだろう、ひっそりと生きていたい感じもありますね。なんだろう、自分が得意としていることを褒められると嬉しいですね。ダンスとか褒められると嬉しいです。赤ちゃんみたいだねって言われるのは、まあ、嫌ではないんですけど、お姉さん、お姉さんっぽく行きたいですね。ファンの人にも、自分的には今日めっちゃ大人っぽいのにめっちゃ赤ちゃんやんって言われると、あれ?ってなりますね。なんかめっちゃオーディションとか受けまくってると思います、モデルとかいろいろ。なんかラルムっていうめっちゃ可愛い出てみたいなって思いますね。しおりちゃんですかね。服が好きで、私もで衣装とか作ってるのを見てるとかっこいいなって思います。やってみたいです、めっちゃ。けどなんか大変そうだし、センスすごい問われそうだしって感じですね。そうですね。なんかよくそういうのって言われ、聞かれるじゃないですか。憧れてる人はいますかとか言われるんですけど、本当にいなくて。曲は今回の新しい曲、カップリングの曲がすごい好きで、個人的にラップ入っててちょっとそれがすごいいいなって思います。どうだろう。ラップ別に得意じゃないので、でもやってみたいなって感じはあります。ラッパーとしての目標、テレビに出たいですね。出てみたい、Mステ出てみたいです。